曹公、曹広氏、宋公。三十二年は、中国語漢末期から三国時代の武将。字は古門、予習敗国、剣の人。いとこは曹操、俗父は、曹悠、五漢の英将軍。お父は、宋家え。子は、宋香織、曹信。娘は、純さんの妻。曹操の要祖父である漢官,官、曹塔の血族である。 曹当や曹加内の追いにあたる。三国式士、諸家高層殿に、捨てがある。若い頃、叔父が少書霊だった縁故で、春県庁に推挙された。初平元年、百九十年、曹操が、半東卓の義兵を起こすと、その挙兵に従い、過去を厚しらと共に武将として仕えた。曹操が、慶応で、島拓軍の助衛に大敗し馬を失うと、 曹操は自分の馬を譲ろうとした。曹操が辞退したが、曹操は天下にこうなかるべきも、公なかるべからずと直言して、曹操に馬を譲り、自分は徒歩で曹操に突き従った。やがて水に達すると、水かさが深く渡るのが困難な状況であったため、曹操は岸辺を巡り歩き船を探し出し、曹操と共に船に乗って、水を渡って、県まで逃げた。 この敗戦後、曹操は軍の再建のため揚州に赴き兵を募った武帝儀。曹公は揚州志士の鎮圧師と信仰があったため、内兵千人余りを連れて母兵した。すると、露港で精鋭二戦、さらに強兵で知られる丹陽兵を数千も手に入れることができたため、流行で曹操と合流した。兵元年年州で、 長幕が両府を引き入れて、反乱を起こした。当時、大飢饉が起きていたが、双方は本軍に先行して、東なる、藩を占拠し、本軍に食料を補給した。曹操が両府を敗送させた後は、反乱に組みしなかった東和によって、清陰軍、山陽軍、厨房、陽武氏、京、密といった合計10件以上を攻撃し、すべて攻め落とした。 この前後の行により応用行為に認じられ、さらに上げ竹中老将に昇進した。県安元年、196年正月、曹操は、長安から脱出してきた県定を迎え入れようとし、曹操に兵を引きいさせ出迎えの任に当たらせた。しかし、当省が、演術軍の長奴と共に要外を守備し、曹操の進軍を阻んだため果たせなかった、武定義に、 曹操が当初と和解し、同年9月に、京都に、県定を迎えると、武定期、曹操は官議外部に任命された。曹操は四空に任命されると、世間に模範を示すため、毎年の納税の時に、本籍の県令に、自分の資産を調べさせることにした。県の県令が、曹操の資産が、曹操の資産と同等であるという報告をすると、 曹操は、わしの財産がコカドの財産と同じはずはないと言ったという、ギ略。アク。検案5年、二百0年、菅田氏の戦いでは、女皇と共に、京の族の宿肘を攻撃し、これを破った、女皇殿。曹操がカラススを攻撃した時は、菅田氏の留守を預かり、炎将軍の長コ蘭らの攻撃を防ぎ切った。長らが降伏を申し入れてくると、その意図を疑ったが、 純友の助言によりこれを受け入れた純友伝その後、双方は別軍を率いて、慶州の流氷を制伐し、舞影、陽豊洋、白某の各地で流氷軍の別将を破った。この功により、励む岸崎将軍に昇進し、国脇抵抗に封じられた。さらに、曹操の各地への制伐に従い、都後将軍に任命された。双方は都後になると、 玄宇、玄石の父を初期に迎えようと試みたが、玄宇に、辞退されている、王三殿府、玄宇殿。曹操の大使には曹姫がなっていた。ある時、曹姫は曹公から百匹の絹を借りようとしたが、拒絶されたという、儀略。安案十二年、二百十七年冬十月、劉備軍の長飛、馬長、ご乱、ライドーラが多弁に攻め込んでくると、 曹操は曹操に命じて、これを防がせた。曹操は、曹操のために参軍として、俗志の曹休、秦、をつけ、さらに、曹休に対し、実質的な指揮官は、曹休だと言い含めた伝、秦、殿、曹休殿。他に、同じく俗志の曹進、長期、陽からを率いていた、曹進殿、長期殿、陽岡殿。曹操は、 花弁の御覧と小山の長飛のどちらを打つかで迷ったが、早急の進言に従い御覧を打ち破り、長飛を敗走させた。双方は大宴会を催し、薄着の歌姫に舞学を行わせた。しかし八岡は、大勢の席上で女性の肉体を剥き出しにするのは、不道徳だとして、双方を責めた。すると双方はすぐにこの舞学を止めさせた。八岡殿。早々は、 総方の在家と助食を好む性格を熟知しており、全館の構素、流法に比して、総方とその参謀であった信、さらに、総急に向かって慎重に警告している、信、殿。後発元年、二百二十年、総比、文帝が即位すると栄将軍になった。その後、表記将軍に昇進しや王公に封じられ、両有先行を数をされ、 計二千百戸個となり、特進の待遇を受けることになった。しばらくすると、と要光に国替えされた。ある時、総費が、友人のクレシツのために宴席を設けた。クレシツをねぎらうため、宴席の参加者は特進以上の待遇の人物が、呼び集められ、総工もそれに参加した。宴席で、クレシツは、総進が太っていることをからかった。総が怒ったが、総は、 王中と共に、宗心をさらに冷やかしたという、王三殿が引く、呉室別殿。宗公は大の資産家であったが隣職であった。また、その触覚や縁ちゃんには、おごり高ぶり不法を働く者も多くいた。宗非は、以前に釈罪を拒絶された経緯から宗公を、恨んでいたため、宗公の触覚が罪を犯したとき、宗公をそれに連座させて資罪に処そうとした。 軍心たちは、宗方の赦免を求めたが、救うことができなかった。また、宗臣もこれをいさめたが果たせなかった、義略。結局は、弁対号、宗秘の聖母の取りなしによって、ようやく資罪を免れたが、所領と借位を削られた。この処置に、宗方の功績を知る多くの人たちは、釈然としない思いであったという。財産も一時没収されたが、 弁大号の計らいで戻されている、儀略。宗公は資材を免れたことを喜び、減り下だった内容の上昇して陳謝したという、儀略。紀発七年、二百二十六年、宗秘が崩御し、宗英、明帝が即位すると、宗公は、御将軍に任命され、改めて落上公に封じられ、千個の領有を与えられた。特進を加えられ、 再び氷記将軍に任命された。宗英の時代、宇母の党が落葉において、法に違反し、しばしばに処刑されそうになったとき、弁夫と志向大号がこれを救おうとしたが、しばしばは、処罰を覚悟で法を執行し、党を処刑してしまった、しばしば伝。大和六年、232年死去。去年は不明である。安志公と送りなされ、この総香織が後を継いだ。 またこの宗神が、曹操の時代に劣行に封じられている。聖史四年、243年秋7月、双方、聖王は、象直を下し、曹操の病庭に、後進20人を祀った。その中には双号も含まれている、聖王記。小説、三国支義』儀では、宗神と共に、曹操の挙兵から突き従う武将として登場する。 目立った活躍こそ少ないが、曹操軍の主な戦いの大半にその名前が登場する。やや決起に流行る性格として描かれ、馬長政党戦では、先方として、同館守備の任を与えられ、曹操より撃って出ることを禁じられるが、馬長軍の兵士に罵倒されたことを起こり、曹操の命令を破り撃って出てしまい、同館を馬長軍に奪われる。そのことで、曹操の怒りを買うが、 しばらくして、馬長に追い詰められた曹操を救ったため、同感敗北の罪は総裁されている。曹操の死後は目立った活躍がなく、曹期の定位三夏の際、早急と共に宮中に押し入り府、放浪の素質を殺して、玉児を奪うも、その後は登場しなくなる。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。